はいどうも、イツキンと申します。本日はヨースターが運営する新作アプリブルーアーカイブの動画になります。いつもは同じくヨースターが運営するエピックセブンというアプリの動画を投稿しているので、同じヨースターつながりということでプレイをしてみました。リリース3日目ということで、まだリセマラを続けている人もいるんじゃないでしょうか。自分も昨日までリセマラをしていたんですが、ようやく終わりまして、アリーナは1位まで登頂、ストーリーは6の5まで進めました。そこである程度がっつりプレイしたということと、こういった種類のゲームをプレイした経験から、リセマラで狙うべきキャラの評価をしていきたいと思います。リセマラ中の人はぜひ参考にしてみてください。はい、ではまずストーリー攻略で評価の高いキャラを紹介していきます。1人目はヒナ。必殺技となる EX スキルが超広範囲のガトリング連射で、属性が爆発ということでストーリーの序盤そして後半に高い適性を持っています。ただし EX スキルのコストが高いことから、ストーリー以外では少し適性が落ちます。ストーリーを序盤楽に進めたいという方にはおすすめです。そして何といってもイラストが非常に可愛いので、好みの人も多いんじゃないかなと思います。2人目はひふみ。そこそこ攻撃しつつ、デコイを召喚してタンクの代わりにもなります。デコイ召喚時には周囲へ範囲ダメージが出たりとか、デコイ自体がかなりの耐久力を持つので敵のターゲットをずっと取ってくれるというところが非常に強いキャラになります。攻撃属性は貫通ということで、ストーリーの中盤でアタッカーとしても活躍してくれます。そしてこのデコイ召喚はアリーナでも凶悪で、敵の攻撃をしばらくデコイに集中させることができるので、その間に敵のアタッカーを一方的に殴ることができます。かなり凶悪なので、アリーナも頑張りたいという人はひふみ取ってもいいと思います。3人目はアルです。属性は爆発とヒナと同じになっています。ストーリーの攻略ではアルかヒナのどちらかがいれば十分です。ヒナよりも低コストでスキルを使えるので、こちらの方が使い勝手はいいと思います。アリーナではヒナは高コストのため発動できるか運なんですが、アルに関しては発動しやすいので、アリーナの火力ではアルの方が優先かなと思っています。4人目はイオリ。属性は貫通になります。同じ貫通属性にはハイフのジュンコというキャラがいるんですが、2人目の貫通アタッカーが欲しい場合はイオリは非常に優秀です。ストーリー中盤ではジュンコだけだとどうしても火力が足りなくなったりするので、先ほど紹介したひふみかイオリのどっちかがいると非常に攻略が楽になります。ただひふみが引けた場合はひふみの方がタンクも兼ねることができるので、そっちの方が優先になります。最後はスミレ。このキャラはですね、星3の中では弱いと言われているんですが、僕は特別弱いとは思いません。ただですね、 EX スキルの動きがかなり特徴的で、ゼロ距離の相手にはダメージが発生しないとか、結構使い方が難しいキャラだと思います。うまく使えるとかなりの火力が出ますし、アリーナなんかではEX スキルの特徴的な動きを利用してタンクを無視して後ろにいる火力とかを一掃することもできるので、このキャラに関しては今後の評価がだいぶ分かれてくるのかなと思います。トリッキーキャラが好きという人にはかなりおすすめのキャラになります。続いてはアリーナキャラの評価になります。1人目はハルナ。属性はですね、かなり数の少ない神秘属性となっています。今現在はアリーナに NPC が多いので問題がないんですが、プレイヤーが増え始めると星2の椿というタンクが増え始めると思います。こうなるとハルナがいないと最悪詰みます。椿は特殊装甲という防御タイプになっていて、 HP が低くなると自己回復もあります。なので神秘で高火力のハルナで一気に削らないと椿を延々と倒せないということが起こり得ます。そして貴重な神秘属性なので、アリーナ以外でも持っておくといろんなところで使えるのでおすすめです。
2人目は響き、こちらはストライカーではなくスペシャルの枠になります。アリーナでは響き一択というほど響きの EX スキルの絨毯爆撃が非常に強いです。ストライカーの枠を使うことなく広範囲高火力の攻撃ができるので、アリーナでは響き絶対に欲しいキャラです。3人目はサヤ、こちらもスペシャル枠となります。こちらは広範囲に毒を撒く EX スキルを持っています。毒は攻撃力に依存したダメージなので、相手の防御タイプ問わず強制的に HP を削ることができます。効果時間も結構長いので、アリーナのスペシャルは響きとサヤの煮詰みがかなり強いと思います。響きとサヤどっちかと言われると響きの方が優先ですが、両方引けた場合は結構詰むと強いと思います。4人目はシュンです。戦闘開始時に EX スキルに必要なコストをプラス2してくれます。これによって他のキャラの EX スキルの発動が速くなるので先手必勝することができます。本人の EX スキルは通常攻撃を強化するというもので攻撃力も割とあります。そしてスナイパーライフルという特性があって敵の射線に結構入りづらくて、死ぬことなく最後まで敵をねパンパン撃ち続けてくれるので割と火力が出るなという印象です。そしてコストブーストのキャラは現状シュンだけなので、シュンに関しては絶対欲しい一人なのかなと思います。そして最後は、星3の中に混じる星2の椿、これは現状最強のタンクだと思います。現状配布の風花と椿の2枚をタンクとして入れておけばアリーナではまず負けることはありません。対プレイヤー同士でも先ほど説明した通り相手に春菜がいなければ椿自体が死なないので大体勝てます。星3のリセマラをしつつ椿が出たら、狙っておきたい一人だという感じです。はい、それでは最後にまだ未実装のレイド編、こちらは来週実装になります。一人目はカリン、めっちゃエッチなメイドさんになります。単体アタッカーでレイド以外でも普通にダメージを出してくれるんですが、レイドなどの大型の敵には火力が約2倍になります。そしてストライカー枠ではなくスペシャル枠なのでレイドでは絶対に必須キャラになると思います。レイドではカリンがいるかいないかでかなりダメージが変わると予想できるので、リセマラの確定枠にカリンを入れておくのがいいと思います。2人目はマキ、星3で唯一防御ダウンを使えるキャラになります。レイドではマキで防御ダウンを入れてカリンで超高火力で殴るというのが定石になりそうです。レイドガチ勢はカリンとマキの2枚抜きを狙っていきましょう。3人目はネルです。こちらは単体アタッカーとなり特別大型に対してダメージが増えるわけではないんですが、スキルを使うことで怒り状態になって怒り状態の時には EX スキルのダメージが上がったり攻撃力が大幅にアップするので、マキと合わせることでカリン並みのダメージ出せるんじゃないかなと思っています。どちらにせよカリンはスペシャル枠なのでストライカー枠としてネルは絶対に欲しいキャラだと思います。そして4人目は星2のアカネ、こちらも防御ダウンを使えるキャラになります。マキがいるんだったらいらないんじゃないかと思う方もいるかもしれないんですが、敵の防御力が高ければ高いほどマキとアカネ2枚入れることでさらにダメージアップが狙えます。おそらくレイドの鉄板編成はマキ、ネル、アカネ、カリン、この4人は絶対に欲しいと思うので、レイドガチ勢はこの4人狙っていきましょう。そして最後に番外編として先ほど紹介したキャラも混じるんですが改めて紹介をしたいと思います。まずは剣、この剣ちゃんなんですけど見た目で結構敬遠されがちなんですけど、意外に可愛いところもあります。そしてスペックもかなり高くてどのコンテンツでもトップクラスの性能を誇っています。どのコンテンツでも1位は狙えないけど万能に使えるので万能キャラが欲しい人は剣狙ってみるのもいいと思います。
続いては春菜、こちらは先ほど紹介したキャラになります。さっき言った通り神秘属性のキャラなので、かなり貴重な属性になります。特に特別任務のクレジット回収というコンテンツでは神秘属性以外のダメージが通りづらく、後半になればなるほど春菜がいないとクリアが厳しくなります。クレジットは結構不足しがちな、お金になるので、春菜を持っているとかなり攻略楽になるんじゃないかなと思います。はい、という感じで評価をしてきたんですが、いかがだったでしょうか。このタイプのゲームはレアリティを上げることで評価がガラッと変わるゲームなので、この先また変わっていくとは思うんですが、現在の状態ではこんな感じの評価になります。全コンテンツで見た場合、カリン、ハルナ、シュン、この3人はリセマラで狙うべきキャラなのかなと思います。進行は遅くなってしまいますが、ストーリー自体は配布キャラだったり星入のキャラを育てると大体クリアできるので、万能キャラだったりレイドを見据えたキャラをリセマラで狙うのがいいと思います。というわけで今回の動画は以上となります。ブルーアーカイブをやっている方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではバイバイ。